こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。バイデン、選挙公約違反。学生ローン5万ドル免除を拒否。バイデンが学生ローンで5万ドルの負債を無効にすることを拒否し、学生たちが嘆いている。バイデンは学生ローン政策で左派から反発批判を浴びる。バイデン大統領は火曜日に、彼が行政措置を通じて借り手ごとに連邦政府が貸した学生の借金で最大5万ドルを免除する措置に署名しないと言ったため、左派の議員からの激しい反発に直面している。学生ローンの利用が特に多い黒人の有権者たちは、学生ローンの借金を完全になくすことを望んでいる。新たな調査によると、学生ローン免除へのバイデンによる実質的な行動がなければ、次の選挙でかなりの数の黒人有権者が民主党への投票を取りやめる可能性がある。 CNBC。アレックスのツイート。富裕層の人々はすでに学生ローンの免除プログラムを与えられているわ。100万長者や億万長者が彼らの子息たちに政府の学生ローンを負わせるというのはそういう理由よ。我々貧者は免除が大きくないなんて馬鹿げているわ。ジェイミーのツイート。ねえジョー・バイデン、今が全ての学生ローンを免除すべき時じゃないの？マイクのツイート。バイデンの選挙公約は学生ローンの免除だった。画像の字幕。 And scene 終わり。アシュレイのツイート。私はただバイデンの学生ローンについてのこの嘘でバイデンが深刻な大批判を浴びることを望むわ。中東のメディアアルジャジーラは報じた。パンデミックが経済停滞を招く中、米国は学生ローンの重い負債に直面している。写真は学生ローンの金額を札に書いて首に下げ抗議をするデモ参加者たち。アルジャジーラ。連邦準備制度は2020年の第3四半期にアメリカ国民が 1.7 兆ドル以上の学生ローンを借りていると推定している。米国の学生ローンの平均債務は1人当たり3万7000ドルだが、私記者が現在住んでいるドイツではわずか1人当たり2400ドルだ。アルジャジーラ。今日米国では債務危機が発生しており、問題は学生ローンだけにとどまらない。2019年には約3400万人のアメリカ人がすでに貧困状態にあり、 COVID-19 が経済を破壊した後、この貧困者の数は4000万人を超えた。一方、同国の総家計債務は9月30日までの3ヶ月間で870億ドル増加して14兆ドル以上となった。アルジャジーラ。今日はこの辺にしたいと思います。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。